今日の特集は 3.11 今何を思う、東日本大震災から9年。今朝もテレビやラジオ、そしてまた新聞などでは東日本大震災からの9年を振り返る形で皆さんにいろいろとご紹介がありました。そしてこの日を迎えるために、また政府の方でもこの慰霊祭なども執り行う予定だったんですが、新型コロナウイルスの影響によりこちらも自粛というふうになりました。しかし県内至る所でやはりこの皆さん亡くなられた方々の御霊を弔うというそういった慰霊祭は各所で行われているようです。さあ、そこで FM 読谷、遠く離れた場所ではあるんですが、あの日から今日までの間を振り返りながら皆さんにご紹介いたします。まず私たちこの平成23年の3月の11日発生直後、沖縄県内では初めて離島を含むこの津波警報というものが発令されました。各局ではやはりこの津波警報というものが今までにないような現象だったため、沖縄本島でも本当に大きな衝撃が走りました。地震だけではなく、それとともに押し寄せる津波、その3月11日の5日後、FM 読谷のパーソナリティで宮城県仙台市出身の池松さんと、福島県二本松市出身の安西さん、安西さん、私たちのニックネームではこうちゃんさんと言ってるんですけども、毎週火曜日番組を朝10時に務められているこの安西さん、東日本大震災で傷ついたふるさとの状況をラジオで伝えるということで、今回この5日後に特別番組が行われました。池松さんは仙台で一緒にピアノ教室に通っていた親友で、同じ年の風間さんを津波で失い、遠く離れても絶えず連絡を取り合う仲だったということです。番組を通して大切なお友達を失う悲しみ、そして現地からの情報などをラジオを通して皆さんにお伝えすることとなりました。そしてその1ヶ月後、復興支援番組頑張ろう日本頑張ろう読谷ということで、 FM 読谷のパーソナリティで宮城県出身の玉木千春さんと FM 読谷パーソナリティ日上由紀さんの2人が番組を務めることとなりました。まずはこの復興支援番組をすることによって、まずは元気な日本を、そして読谷から元気を送っていこうということで、また宮城県、そして東北と電話中継などを結びながら現地の情報を伝えてきました。そしてその後、FM 読谷主催で東北応援ツアーがその年の12月に実施されました。中曽根局長は復興支援の灯火を消さないために、被災地を支援するだけでなく、活動を続ける支援者も支えていきたいと、このツアーが計画されました。ツアーの添乗員は復興支援番組のパーソナリティで、宮城県出身の玉木千春さんが務め、現地に行き顔を合わせた交流を通して、遠く離れた沖縄からできる支援のあり方を視察し、そして復興への思いを新たにしたということです。そして第2回目のこのツアーは被災地を忘れないということで、その後 FM 読谷からは日上由紀さんの方が参加されました。現在も形を変えて放送し続けているみゆきさんなんですけれども、被災地の災害 FM との双方向の番組放送など独自の支援を行いながら、局長は自分たちの活動が被災地にどのように伝わっているのか、こういったことを皆さんに伝えていく役割として第2回目の企画を行ったわけです。現地ではまだまだ続くこの瓦礫の山、そして被災地の様子を実際に目の当たりにした中曽根局長と、そしてみゆきさん、この2人が足を運ぶことによって何が必要なのか、そして何を通して伝えていけばいいのか、そういったものをラジオを通して伝えることとなりました。ということで、こういった意味で私たちの方は実際に現地に FM 読谷足を運んできたんですが、戸口さんの方も、はい、正人さんの方も実は当時、何歳の時にこの東北大震災を、
僕が、うん、まだ高校2年生の時にですね、はい、震災がありまして、はい、でその1年後なんですが、うん、高校卒業してすぐに、はい、岩手の方に、うん、被災された岩手の方に行きまして、うん、でもうすでにもう、いろいろもう整備が進んでいたんですけども、はい、もう瓦礫の山が至る所にあって、うん、何もないまっさらな、土地を目の当たりにして、とてもショックを受けたのを覚えています、ね、あれから9年なんですけども、それをねまたきっとこの月日を重ねることでまた正人さんのねこう重なる思いなども、うん、きっとあると思うのでまた最後にねちょっとご紹介いただきたいと思います、はい、さあそこで、FM 読谷としてはこの東北ツアーを経験し、皆さんにまたラジオを通してお届けしてまいりました。しかし1年が経つ頃、メディアでこの東北大震災を取り上げる、まあ、局も少なくなってきました。そこで FM 読谷としては放送局としてどのように今後伝えていくのかということで、復興、まあ、また復興支援番組という名前の形からですね、今度はこの防災番組という形で名前を変えてスタートを再開いたしました。防災情報番組災害時は786ということで、同じくパーソナリティはみゆきさんなんですけれども、時間も毎週木曜日の午後1時からなんですが、復興支援として伝えつつも日頃の災害に備えてということで防災情報番組に切り替えて放送する形となりました。さあそこでその情報の中でさまざまな角度から皆さんにお伝えしているんですが、 FM ラジオ気象台の方から津波からの避難について、この沖縄ではやはりすべてを海に囲まれているということで津波からの避難について、今日はこの時間をお借りいたしまして皆さんに音声をお届けいたします。それではどうぞ。 FM ラジオ気象台です。沖縄気象台では県内19のコミュニティ FM と協力して分かりやすく防災知識を伝える FM ラジオ気象台をお届けしています。今回は津波からの避難についてお送りします。2011年3月11日に三陸沖でマグニチュード 9.0 という日本観測史上最大の東北地方太平洋沖地震が発生してから今年で9年が経ちました。この地震では東北地方の沿岸を津波が襲い、2万人近くの尊い命が犠牲となりました。日本では津波による被害が繰り返し発生しています。私たちの住む沖縄県も例外ではなく、過去には津波による被害を受けています。1771年に八重山地方で発生した地震では、名馬の大津波と呼ばれる高い津波が発生し、宮古八重山諸島で約1万2000人の方が亡くなりました。沖縄では今後も大きな地震による津波の被害を受ける可能性があります。気象庁では津波による災害の発生が予想される場合、大津波警報、津波警報、津波注意報のいずれかを発表します。大津波警報や津波警報を見聞きしたときには、直ちに安全な高台や津波避難ビルへ避難してください。また津波注意報では海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。これらの情報を見聞きしなくても海岸付近で強い揺れを感じたりゆっくりと長く揺れる地震を感じたりした場合は津波が来るかもしれないと考えてすぐに避難を始めてください。県内の公共施設などには海面からの高さを示した海抜標識が設置されており、津波からの危険度を知るための目安になります。また、各市町村が発行している防災マップなどにより、普段から自分の住んでいる地域などの津波浸水想定や、津波からの避難経路及び避難場所を確認しておきましょう。FM ラジオ気象台、今回は津波からの避難についてでした。FM ラジオ気象台。FM ラジオ気象台から津波からの避難についてご紹介しました。災害時は786の中ではこういった形で皆さんに最新の情報なども含めお伝えしていきます。さあそして FM 読谷は開局当初から沖縄本島が暴風域に入った瞬間から通常放送を切り替えて台風災害放送をしています。毎時時報とともに最新の気象台、それから天気、それから停電情報などもご紹介し、皆さんには毎時30分以降はまたメールの紹介などもご紹介しているんですけれども、この
台風災害放送、こういったことを重ねてしてまいりました。さあそこで、この FM 読谷が、ずっと行ってきたことなんですけれども、私たちの身近にやはり住んでいる方に届けるだけでなく、もし万が一沖縄本島全域に、台風や、そしてまた津波災害などが起きた際に、多くの方々が、孤立し、そして沖縄本島自体も、孤立して、してしまうのではないかという、そういったことで、今回、こういったことを、昨年発表いたしました。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会が昨年の12月13日に発足されました。これは沖縄県内のコミュニティ放送局、災害時などにおいて行政などからの情報を市町村民に伝えるという重要な役割を担っています。しかしながら甚大な被害が発生した場合、協定を締結した会員の行動地域において災害が発生し、そして会員独自では十分な緊急放送が行えない場合、互いに協力し合い、会員の復旧及び緊急放送を円滑に行えるように、コミュニティ放送局がない県内の市町村などが被災し臨時災害放送局を開設する際に支援することを目的に締結されました。現在19局の中から13局が加盟をしているということです。そして今後なんですけれども、私たちこのコミュニティ放送局防災ネットワーク協議会、来年東北大震災から10年をまた迎えることに向けて、私たちこれから会議を重ねたり実施を重ねてまいります。そこで緊急地震速報機導入ということで、カナダにありますこのオキジムさん、こちらの方が無償提供してくださることになりました。今現在 FM 読谷の方にも導入してるんですが、今後県内13のコミュニティラジオ局に導入予定ということで、これから皆さんにも最新情報なども含めて皆さんの安心安全を伝えられる、そういったまた私たちは中心となっていきたいと思っています。さあ今回特集としてご紹介してまいりました、東北大震災から9年ということで、また皆さんにね、今日この 3.11 を忘れずに風化させないためにも、皆さんどうぞ今日のね夜は、ご家族で、そしてまた職場でお友達として、この震災を振り返る形で皆さんとねお話ししていただきたいと思います。今日の以上特集をご紹介いたしました。